文バスの車両費の、ポンチョ、東元町ルート、国分寺駅南口初代車両費の、リエッセ東元町ルート、国分寺駅南口、助手席済み過去の車両費の、リエッセ CNG 車、ホンダルート、国分寺駅北口、助手席済み文バスは、東京都国分寺市が運行する、コミュニティバスである。二千三年三月十一日に、最初の路線である日吉町ルートが開業し、 2016年12月26日に最も新しい路線である万葉、ケヤキルートが運行開始した。現在は3つのバス事業者に運行委託し、国分寺駅、西国分寺駅、国立駅を発着する6路線が運行されている。路線の一部は国立市をはじめ、隣接する府中市、小金井市にも乗り入れている。日吉町ルート、東本町ルート、 ホンダルート、万葉、ケヤキルートの4路線は、京王バス府中営業所が運行受託している。西町ルートは、立川バス、北町ルートは、武州交通工業が運行受託している。同じ2003年に、相次いで開業し、京王バス府中営業所が運行受託する小金井市、ここバス、府中市中バスと、車両や運行形態などでの共通点が多く見られる。 ここバス、中バス同様、全線均一運賃を採用している。一乗車につき大人、小児共通で100円。前乗りやと折り先払いで、運賃は乗車時に支払う。すべての路線で、東京都シルバーパスの利用不可。専用回数券を発売しており、バス車内や運行事業者の営業所窓口で発売している。分バスの路線であれば、 発行事業者にかかわらず、全路線で利用できる。専用定期券や1日乗車券の設定はない。また、KO バスの金額式、IC 定期券、モットクパスや、全線1日フリー乗車券は利用できない。運行開始当初はパスもスイカ等の交通系、IC カードは利用できなかったが、2016年1月より利用可能となった。車両のデザインは淡い黄色地に、 緑の雑器を廃止、カラフルな文バス、国分寺シティのロゴがあしらわれている。また一部の車両には国分寺市の公式ゆるキャラ、文寺ホタル、ホッチが描かれている。京王バス、立川バスとも運行開始時より、専用車の日のリエッセは中扉に車椅子用リフトを備えたステップリフトバスで導入されたが、バリアフリー促進のため車両のノンステップ化が推進され、 リエッセは、全社が、日の、ポンチョに代替されて現存しない。京王バス府中営業所の担当する、日吉町、東本町、ホンダルートでは、専用車のポンチョが使用される。リエッセのディーゼル車は2003年、日吉町ルート開業時に2台導入、東本町ルート開業時に1台追加されたが、2015年に、ポンチョに代替された。 また2007年のホンダルート開業に伴い、リエッセの CNG 車が2台追加されたが、これらも2019年4月までに、ポンチョに代替され全廃している。同時に、府中市中バスの CNG リエッセも除籍され、これにより、京王バス全体から CNG 車が消滅した。2016年12月の万葉、ケヤキルート開業に合わせて、ポンチョが新たに、 新車導入された。KO バスのリエッセ CNG 車はフラットフィールドが CNG 改造を担当。立川バス浄水営業所の担当する西町ルートでは専用車のポンチョが使用される。2008年の西町ルート開業時に立川バスでは専用カラーの CNG リエッセが1台のみ導入された。これは 立川バスでは唯一の CNG リエッセだったが2019年にポンチョに代替され8月1日より運行開始した。これにより分バスはワンボックスカーの北町ルートを除き全車ノンステップバスとなりまた立川バスからリエッセが消滅した。車両故障や点検などの際には立川バスカラーのエアロミディ ME が代走することもある。 立川バスのリエッセ CNG 社は株式会社共同が CNG 改造を担当。武州交通工業の担当する北町ルートではワンボックスカーで運行される文バス北町ルートの不死も参照。ありがとうございます。